株式会社 A 楽屋は、京都市中京区に本社を置く手ぬぐいを中心とした、日本の染色製品製造小売会社。創業は、江戸時代初期の元那元年で、源当主の斎辻異兵で14代続く京都の老舗せめん商である。A 楽屋、斎辻異兵商店を、はじめ多くのブランドを展開している。同じ京都市の企業である1946年創業の和菓子、 つくだに製造工売業の英楽屋とは関連がない。英楽屋、佐越神兵商店という名の由来は、戦国時代、織田信長から命を受け先祖が出陣した際、ひたたれに、英楽通宝の門が入っていたことからと言われている。その後、英楽屋と大黒屋という二つの店が合併し、江戸初期の現長年に創業。以来約四百年、十四代にわたって、 綿布商を営む。創業当初は日本に木綿がほとんど普及していなかったため、県布の反物を扱っていた。その後、木綿が日本でも普及し始め木綿などの反物を扱う太物商にいち早く転換でおられた織物。日本でも木綿の栽培が盛んになるにつれ飽きないも大きくなる。明治十六年発行の都の先駆け交渉技術の木綿の部に掲載。 明治頃の英楽や明治時代には、宝石器を導入するなど、規模の拡大。昭和初期には、京都市中行区で土地400坪、建物350坪、間口16軒半、住み込み総勢104人あった、とされる。しかし、第二次世界大戦時に土地が広すぎたため炎症を防ぐ意味から、強制疎開の指定を受ける。京都、三条通り沿い、 梅田田市町に佇む昭和初期の英楽屋その後、1964年に国立京都国際会館建設に伴う国際電話局開設のためカラス松松原に移転。この時の英楽屋ビルには劇団外は小町の劇団アトリエ兼劇場があった。1990年に現住所に移転。英楽屋、佐江辻異兵商店ロック異兵伊兵計暮れ福補卒寺。 細つ GA, ティハウザセポーテットバイムレスナー。ありがとうございます。